ばいですよ、何体来るんですか。ピカチュウ、ピカチュウ。あ、メス一匹。メス、メス。あ、かぶりませんか。ぐる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 。1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1、3、4、5、6、7、あ、やばい、罰ゲームセレブキャッチャー発見。ああ、すごい、すごい、すごい、あ、メス2匹目発見。多分このまつげは3匹絶対。あ、いたっぴかっぴ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 。2分かまだ。何匹あると思います。でも多分もしかしたらいろんな関係、ランドマークとか空港とかいろいろみんな集まってんじゃないかと思います。ピカチュウ、あら、うわめっちゃ強烈。どこにその登場。いや、水は、あれ、水鉄砲じゃないから。水、うわ。あ、ショコタ。いや待って、あ、松岡茉優さんもいるし、もしや、あ、松岡茉優さん、サラダマル見て見て、声優声優、全然全然、まあ告知はしなきゃダメですよね。そう、さっき似てるはずだ。え、松岡のやつだ。ポケモン、アクアまだ見てないけど、ともかくポケモン映画に月収制で出てる。今、真田丸に横浜桜木町に行って、ピカチュウ野武士の妻、天使の妻を演じているピカチュウ、セイハルヒメ。いや、ショコちゃんみたいな。松岡茉優さんは分かるけど、あれ？ゆうきさんか。ゆうきさんじゃない。